皆さんこんにちは、3月27日土曜日の夕方です。とりあえずね、建物完成しました。今中にホワイトボードと扇風機とねつけて、一応建物自体、あとはねちょっと掃除してから机なんか並べてきちっとしますけれども、外にね今ちょっとここに置いてあるプライウッドですね、合板、これは、学校の中じゃなくって、あのママがねうちの方で作業する時のちょっとちっちゃい事務処理をする時のキャビネットを作ります。あとは校内に置く方のキャビネットは、まあ、ちょっとしたものをね買っておこうと思ってます。こんな感じで、とてもあのとりあえずねこの校舎というのは完成しましたが、これからですね始まってみないと楽しみですね。なんとかできました。予定通りね1ヶ月半で終わりました。で、感無量で、ああよかった。ちょっとね今ほっとしてます。で今ね、向こうの方、奥の方にママがいますけど、また学校のねカリキュラムとかの話をしてるんですけれども、子供たちがねやっぱり来たいっていう子が結構いるんだけれども、厳しくしようっていうねことを言ってます。楽しいながらも厳しくですね、ルールを守れば楽しめるんだっていうふうなことをねきちっと教えていきたいと思ってます。暑いです今日。今日ね何度あるんだろう、33度どころじゃないような気がするな。ちょっと温度わかんないですけど、鶏がうるさいしね、ここにいるんだけど、まあ鶏の声なんかね子供たちはもう慣れてるんで、自然のね BGM の一つです。これからここで子供たちが集まって勉強が始まる。どういう子供たちになるか本当に楽しみです。今日はこの辺で失礼します。サードベイビーバゴダアコマカラカアコマティンベイビーグニャリコベイビーバイバイ Yes girl What's her name? Amber Amber Akay isa yung sanay na kaamuna. Hello, Amber. Ano ba sa liig mo, Amber? Dreamy. Kabensya. Ano ba yung hindi talaga? Ibig sabihin naman. One, two. Ano yung speech? Yaway daw, kabili. Kaka. Be careful. I kiss. 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 Kiss